久々の久々に動物の森を開いた。ほら、動物の森がイースターになってました。今卵集めてる。動物の森の中で今必死に卵を集めてます。よいしょ。ニアレスの50歳感じ、ありがとうございます。そう、この髪型で撮影をしました。2着。この髪型では2着撮影したかな。仕事終わった。お疲れ様です。皆様お疲れ様でございますですね。キュウさん卵ありがとうございます。モバメ、おえー、ありがとうございます。送りますね。うわーって。送ります。ちなみに私のメールの件名は今はね、あれ、なんか本文中にある言葉の何かです。本文中にある言葉の何かでございます。ニコタン先生ダメだよ。そうだよねっていう本文が、本文中にだよねっていう言葉があったらだよねっていう件名だったり、そうそう、なんか自分のここだと思ったところの本文中にある言葉、バスした。ニコタン先生やめなさい。おいでおいで、ニコタン。ダメだよ、箱カリカリした。まだお夜食食べたんだからおとなしくなったかな。ぴょん太郎と会った。そう、今回の生写もお楽しみに。この髪型では2着撮りましたね。にぷたん、すごいじゃん、机の上のものに興味津々じゃん。ダメよ、クンクンしないのよ。落ち着いて、箱もカリカリしません。好奇心の塊。うわ、私の手を。ああ、大丈夫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 、間に合ってる間に合ってる、いいよ、間に合ってる間に合ってる間に合ってる、平気平気、大丈夫、間に合ってる間に合ってる。パパさん完了しました、ありがとうございます。ニコさんいい？下の箱カリカリしないよ。するやん、すぐするやん。やめなされ、よろしくないよ、本当に。ニコダン先生、ニコダン、ニコダンしないよ。あーじゃん。パパさん手紙ありがとうございます。卵最近高いよね。ねえ、ちょっとね、鳥インフルエンザさんが流行ってしまってね、鳥さんの中で、ニワトリさんの中でね流行ってしまって、それでニワトリさんがちょっとってなっちゃったらしいね。え、だからそう、いろんなお店でさ、卵料理販売中止っていうとこ多いよね。まあ仕方がない、そんなこともある。でも前よりちょっと安くなった気がする。前もっと高かった。博士くんさん星ありがとうございます。ただの魚さん、ごどゆこちゃん完了しました、ありがとうございます。だからまあもうじきじゃない、前よりちょっと安くなってる気がするし、もうちょっと、あとちょっとま、最近野菜安い、ウレピーマン。
買いやすくて嬉しいね。この時期何の魚が美味しい、何の魚が美味しいんだろう、わかんない。魚はね、冷凍保存してあるやつを焼き焼きすることが多いから、そう、季節関係ないんだよね食べてる野菜、や魚がなんか美味しいんだろう今の時期って。サワラ、4月からまあね、あれだよね、いろいろあの電気代上がってるしね、食材だけじゃなくてね、電気代、光熱費とかそういうのも込み込みで値上がりしてるよね。まあ仕方がないよね、そういう、もうね、そういう世界ですから。そんなね、みこさんはおもちゃで遊んでガウガウ言ってます。サワラとかイカ、いいな、イカ食べたい、イカが食べたい。一番好きな卵料理、オムライス。かな。魚はね、調理実習、家庭科の調理実習でしかさばいたことない。でもさばけるようになりたいなと思ってる。だからいつかなんか機会があったら、お家でお魚さばく日が来たらさばこうかなと思う。調理実習で一回さばいたくらい。中二。中二の時ね、アジかな、アジをさばいた。家庭科の調理実習。おろすとかね、できたらかっこいいよね。ちょっとやってみ、できるようになりたいなっていう願望はある。何から、確かに何が一番さばきやすいんですか、お魚さんの中では、お魚界では何が一番、なんだろう、初歩的というかマグロはダメ、マグロはちょっとハードル高そうだけど、アジ、やっぱアジなのかな、家庭科でするぐらいだしね。いいさん、ハート100、ありがとうございますね。学生の家庭科でアジさばくぐらいだから、アジって結構多分いいのかな、初心者に。骨少ない、何が骨少ないですか何が骨少ないですか。何、なんて読むのこれ。もう魚の漢字わからん。なんて読むこれ。サバ？サバ、さばきやすいね。それ絶対ダジャレじゃん。絶対ダジャレ言いたくて言ってる。やめて、頭がいっぱいになる。なになに？難しい、魚の漢字って本当に難しい。なんかさ、意味が理解できたらさ、わかるじゃん。なんかいろいろさ、意味ある漢字もあるじゃん。あ、なるほどっていう漢字もあるじゃん。さ、さとか言っちゃった。サンマとかさ、なんかわかるじゃん。ね、でもなんかさ、誰君みたいな魚のさ、ね、お名前の方はさ、本当に意味まで覚えられないんですよ。そして意味まで覚えたら多分さ、フンフンフンってくると思うけどさ、そういう意味まで覚えられない。難しい難しい。全然わかんない、みんなカタカナで書いて。難しいよ、カタカナかひらがなでよろしく。
漢字ともう面倒だと思うけど、私のあのお勉強のために漢字プラスひらがなとかカタカナで書いてくれたら私のお勉強になるから。そう、さっきサワラは分かった。でもいつまで覚えてるかな旬が春だからサワラさんは魚に春っていうのは今ね、さっき覚えて、今さっきとインプットしたけど、いつアウトプットされるか分からんすぐ抜けるから。ワカサギ釣りやりたい。どこだっけ、北海道とかでするんだっけ、ワカサギ釣りって。どこだっけ、聞いてないやね、やりたい。あのその釣ったところを、釣ったやつをその場でなんかあげてくれたり、なんかご飯食べれるところ行きたいな。うまく釣れるかわからないけど、私釣りに何回か行ったことあるんですよ。なんかおじいちゃんが釣りするのが好きでよく連れてってもらってたんだけど、なんかねあんまりねいい思い出がないんですよ船釣り行った時は船酔いして一回も釣らずにずっともう、って船の上で横たわってたって気持ち悪いって言って一回家族とイカ釣りに行った時は4人で行ったのに1匹も釣れなかったっていう。こんばんは。いいな、ワカサギ釣り行きたい。サバ缶、サバ缶はね昔言ったね、私大好きなサバ缶があるんだ。サバ缶、海の豚でイルカって読むの？それは私は分からん。ニコタン。ブラックバスは動物の森で見るよ私の魚の知識基本動物の森だから。パパさんバラありがとうございます。1114日ありがとうございます。1114ありがとうございます。シンディちゃんさんバラありがとうございます。アスラッキさん花束ありがとうございます。ありがとうございます。そう、私の魚の知識は基本的に動物の森でね、お勉強させていただいております。そう、竜宮の使いとかね、提灯あんことか錦フナとか、そういうのは全部ゲームの知識ですお勉強になる動物の森。はるみさん50カード終了しました。ありがとうございます。そこでね覚えて、へえこういう名前なんですねあなたは、っていうのを学んで。虫の名前とかも動物の森覚えられる。でも私あんま虫取らないから、あんま虫の名前覚えられないけど、よく虫取りする人、そう虫取りする人は動物の森で虫の名前覚えられると思う。私あんまりそう虫取りしないんだよね。どっちかというと魚を釣っちゃう。桃鉄もね勉強になるかもだよね。桃鉄そう一生買ってないえね、桃鉄ってさ遠くにいてもさ通信できるの？でも遠くにいて通信しても思んなさそうだよね。楽しくなさそうだよね。あれ周りに人がいるから楽しいっていう感じあるよねさ家で一人一人でしてもね、なんかね、なんか楽しくなさそうだよね。
島はずっとあれお金稼いでる、ずっとお金稼いでる、お金稼いで、その稼いだお金で家具買ってます。そういろんな家具集めたいなと思って、いっぱいいっぱい家具集めて、お金貯めて家具買ってる。パパさん欲しい、ありがとうございます。でもそばにいたら健全、でもそばにいた方が良くない？桃鉄分からん、私1回しかやったことないんだけどね、桃鉄。でも桃鉄楽しいね、桃鉄好きよ。一回やって楽しいなと思ったね。ワイワイやるもんだよね。だから多分あれはね、オンラインでするもんじゃない気がするお風呂入ってて、お疲れ様です。ねーね、桃鉄は良さそう。場所の名前とか覚えられる。とか言いながら私は未だに桃鉄を買っていない。スプラトゥーンも買っていないまあまあもうじきだね確かに桃鉄配信とかね、画面見せられないけどいつかしたいな。ニコさん帰ってきてるよ、あなた。ニコさん、ニコさんしないよ。ニコさんしないよ。よいしょ。ね、骨骨わらちゃん骨の、覚えられるかな。意外とね、お勉強になること多いよ。いいじゃん。パパさん、ハート100個ありがとうございます。ゲームは一人でしても楽しいけど、まあ種類によっては人とワイワイした方が楽しいのが多いよね。誰かとね、通信とかしたり一緒にしたりしながらワイワイする方が楽しいゲームの方が多い気がする。私が持ってるのはそっち系かも。あーでも骨も骨の感じも分かんない。魚の感じも分からなければ骨の感じも分かりません。さっぱり。友達とオンラインでね、ゲーム、確かに私小学生の頃から友達とオンラインでゲームしてた。動物の森とか。やってたな。でもそう、その頃携帯とか持ってないから、なんか 3DS になんかフレンド登録みたいなのがあって、お互いになんか携帯番号みたいな感じの、そうなんか番号があって、お互いそれを登録したら、なんかちょっと文字数は超限られてるの、15文字ぐらいしか喋れないんだけど15文字ぐらいでしか喋れないんだけど、その限られた15文字ぐらいで、そう、あの話しながら、そう、え、あれしないみたいないや、あれしようって言って、そう、動物の森をね、そこで、え、どうやって動物の森しようよとか言って、そう、その限られた15文字で15文字程度の、そう、もう何文字だったかな、あんまそんな長く喋れないんですよ、文字数決まってるから。そう、その決まってるところでやろうよって言って
そうやって言って、そこで話して動物の森で、そう動物の森はねまた別でね話せるんですよ。そう動物の森の中でそうあのお話ができるの。そうそれはね、あ結構文字数長めだし、そうそういいんです。でもそのなんだろう、フレンドのやつは文字数も限られてるし、その自分が交換してる人にその見られるのそうその話してる部分がね全部見られるの公開なの。だからそうね、あなんて言うんだろう、なんだろう、なんて言うんだろうね、鍵垢のめっちゃ短いツイッターみたいなえでも残らないんですよ。どんどん更新したらその前の文章消えちゃうみたいな感じだからそうオープンですよ。そう LINE の一言みたいな感じ。 LINE でさ一言あるじゃん、プロフィールのところにさ LINE で一言登録できる、ああいう感じです。更新したらなくなる、あれのもっとね文字数が短いみたいな、そういうところで友達とそうやろうよっつって、オッケーオッケーって言ってそこで会話して、そう携帯ないからね、どうね通信してました。私は小学生の頃だからそうオープンよ。だから次の日友達に、え昨日あのまるまるとあのやってたでしょって言われて、あそうそうそうってやってたやってたみたいな。わかんない、なんか割とみんな使ってたかも。そう続けですよ抜け抜けです。そんな時代、私が小学生の頃。今 LINE の一言は何も書いてない、うん何も書いてないですね。 LINE の一言何もない、あんま LINE は、 LINE のなんかホーム、何プロフィールのところはいじらない。一回固定になったらずーっと固定、全然いじりません。おぉパン、急に変えてもさ誰かわかんなくなるじゃん。あれこのトップが誰みたいななっちゃうこともあるから、私はあんまりいじりません。ずっとなんか自分であこれいいなと思ったらずっとそれを使ってます。アイコンも変えないし、ホーム画面も変えないしって感じ、何も変えない。サインはね初期の頃コロコロ変わってたけど、今はもうずっと同じのです。初期の頃なんかいろいろ経て今のになったって感じ。なんかあんまり変えようとは思わない。なんかね、なんか一個しっくりきたらね、気に入る、なんかずっと気に入るタイプなので、そうそうそう、初期の頃のサイン忘れちゃった。
でも鬼長くてやめたの、なんか超長くてだから本当にAKB さんのサイン会の頃に書いてたサインなんだけど超長かったんですよ。超長くてやめ、ちょっと変えようと思って書くのに時間かかるわと思って、でもなんか2、3回変えたかな、2回ぐらい変えたかな、3回ぐらい変えたかな、しれっと3回ぐらい変えて今のになったそう、なんかちょうどいい長さのやつ。でもね、昔はもっと長かったの、田中まで書いてたからめっちゃ長くて、うわこれちょっとね、なんかあんま時間ね書けなくなんか書けすぎてもよくないなと思って、自分が書くの大変だと思って短めにした後にちょっとこれ違うなと思って、確か一回書いた気がするそれからはずーっと同じ、初期の頃だからなんだろう、まだ1年も経ってないね、1年も経ってないし半年も経ってないぐらいの頃じゃないかな、3回変えたの3回変えたのそう、その短い期間に3回ぐらい変えて今のサインになった。もう書けない、もうどんなの書いてたかわかんないけどめっちゃ長かったの。おお、ニコさん、ニコさん暴れボーイだ。バーチさんハート100個ありがとうございます。名刺には書いてないと思うな、なんか紙に書いてなかったっけサイン、名刺には書いてなかったと思う。名刺には多分なんか一言書いてたり書いてなかったりって感じ、初期の頃懐かしいね。うん、覚えてないね、激長サイン感があるの難しかった。生瀬だっけ、ああ確かに生瀬だったかも、生瀬に書いてたね、そういえば、確かに確かに、あの頃17歳、まだ16とかじゃないかな、もう17歳になってるかな、入学式、おお、友達がどうやったらできるか、どうやったらできるかな、どうやったらできるかな、とりあえずちょっと雰囲気で、お、あの人と気が合いそうだなと思う人に話しかけてみるなんかなんとなくさ雰囲気でさあるじゃないですか、なんか自分がちょっとあんまりワイワイ人前でしないタイプだなっていう人だったらさ、ワイワイする人に話しかけるよりちょっとね、ちょっと自分となんか雰囲気似てるというか、かね、あるじゃん、いろいろね雰囲気というか、まあパッと見でも分かる雰囲気でパッと見でいいと思う、パッと見でなんとなく自分がパッと見た瞬間にあの人と雰囲気似せそう自分と思った人に話しかけるのが一番いいと思うそれかそう、あの一番いいのは隣ですねお席隣になった人に話しかける、確かにまずそこだね、まずお隣の席になった人から話しかけて、どん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 学校生活が続いていく中で、お、僕はあの人と雰囲気が似てるというかね、そういうなんか気が合いそうみたいな人に話しかけてみるのがいいんじゃないかなって思います。私はどうかな、私はどうしたかな、高校生の時、高校生の時どうしたかな、
ね、周りに割り込むのもありです。ちょっとしれっ無理か。なんだろう、でも近くの人と話すのが一番いいかもしれない。私確かなんか集会の時、集会がなんか結構長くて、入学当初なんかずっと体育館にいることがあって、体育館のいる時の休憩中に、あの名簿順、あれ名簿順かな、最初多分あいうえお順で並んでたの。そう、あいうえお順で並んでて、その休憩中に話したかも、周りのその男女のあいうえお順で並んでたから、自分の名前と近い人とおしゃべりしました。最初の頃お昼のお弁当を食べる時が、女子みんなで食べてたの。女子みんなでなんか一列に並んで、あの一列というか机をガッチャンコして、その並んで食べてたから、それで話す時になんかだんだん話していくうちに分かるじゃん、なんかね、テンション感とか。そう、それで私は仲いいお友達を、そう、仲いいというか、なんか高1終わるまでずっと一緒にいるお友達と出会いました。そうそう、どこ中とかね、どっから来たのみたいな部活何してたのとか、そういう話をね、そうしましたね。確か私の記憶が合ってれば、田中さんはいなかったけど中田さんはいた。田中さんはいませんでしたけど、中田中中田さんはいた。ニコタンすごいね君今日暴れちってるね君。散歩一応2回行ったはずだけどね。最初私は猫かぶりますよ。てか私のクラスみんな猫かぶってた。最初学校着いたら、だってみんな席に座ってるんだよ、誰も席から立たないの。なんか朝の会とか始まるまで、朝のホームルーム、ホームルームかな、始まるまでちょっと時間あるじゃん、登校してから。あの時間みんな席に座ってたの。先生が来るまでずっとみんな自分の席に座ってたんですよ、入学当初ね。みんな猫かぶってたクラスのみんな、みんな猫かぶってた。みんな喋らないの、喋らずに机に座ってなんか勉強するなり本読むなり、自分がすることをねしてたんです、したいことをしてて。そう、だいぶみんな猫をかぶってました。私も同じように猫かぶってました。ケロックニさん、ひよこ、ありがとうございます。静かにしてました。でもなんかだんだんみんな友達ができて慣れ始めてからは、そうワイワイワイって言って、そう朝ワイワイワイってして、先生が来る頃にシャシャシャーって席についてた。スマホ持って行けたけど、学校内で触るのは NG だった。そう、持っては行っていいけど、なんか連絡、緊急連絡用でしか持って行っちゃダメみたいな感じだったから、そう、基本的に学校内でも学校外でも触るのは NG だよって感じでした。まあでも学校外では触るよね、もちろん。もちろんさ、あるやねん。ただ学校内では触らなかった。触るのバレたらね、うん、募集されるプラス朝掃除絶対やだと思って。朝掃除してるクラスメイトいたもん、バレてなんか携帯触ってるのがたまたま先生に見られた格好で、かわいそうと思って朝掃除してた。こんばんは。クラスに人気者、人気者はいたよ、いたいたいた。やっぱどのクラスにもいるくない、ウェーイっていう人ウェイウェイウェイっていうノリノリな人
数人いる気がする。数人、あ、でもどうだろうな、2人男女1人ずつで、すごい面白いクラスメートがいて、なんか私の高校時代、あの今日から俺はがめっちゃ流行ってたんですよ。だからあの日曜日に今日から俺はがあってて、月曜日、そうドラマなんだけど、そう月曜日にその今日から俺は日曜日にあったやつをあの真似してる、そう男女がいるの。そう男女があの教卓のところで今日から俺はの真似をしてるの。それをみんなで見て、そう笑ってた。そう真似っこ、そう真似っこしてる女子もなんか2人ぐらい真似してる女子がいて、そう男子もそう1人ぐらい真似してる人がいて、それをみんなで見てケラケラ笑ってました。もう教卓舞台だったよ。そんな感じでした。だから私もそう、そう日曜日絶対今日から俺を見て月曜日学校に行ってた。じゃないとね、分かんないからね、みんなの最新の話にね、なんだろうってなっちゃうし、ネタバレをねがっつり食らってしまうので、がっつりネタバレ食らってしまうから、そうネタバレを食らわないように日曜日のうちに見て月曜日学校行ってた。そう同級生がまねっこしてそう実演してくれるから、教卓のところでそれを見てキラキラ笑ってました。私はねそういうのをそう周りで見てキラキラ笑う人でした。キラキラキラと。なんかクラスラインが、クラスのグループラインがあって、先生がいるグループラインと先生がいないグループラインがあるんですよ。生徒だけのグループラインと先生がいるグループライン。先生がいるグループラインは普通にクラス名なんであるじゃん、なんか1のなんとかとかそういう名前なんだけど、先生がいない方の生徒だけのクラスラインの名前はそのモノマネする人のあの名前のあの〇〇〇、あの公式アカウント。でその人の顔があのグループラインのアイコン。その人の顔写真、その人の顔写真と、そうホーム画面も同じ写真が。そうなんか結構なんかね、ちょっと真面目な顔した、そう。そう名前の人〇〇〇公式 LINE っていう、その人の顔写真がアイコン、あのクラスラインのアイコンがそれでした。あと名前がそれだ、ね、人気者もザ人気者って感じでしょ。そういう人いた。こんな感じでいましたね。私も公式 LINE に入ってた。公式 LINE ママン中学の時、私高校の時面白い人でしたね。その人何してるんだろうね、分かんないね。何してるんだろう、分かんない。何されてるんだろう。元気でいるかな。元気でいるでしょうね、きっと。それは昔で言えば連絡も、あーでも連絡も、でも連絡できちゃうもんね、それかけなくても。まあでも連絡もみたいなものなのかな、みんなで連絡し合える LINE グループ。ユニットは何のユニットだ、ここ点だったら何度も狙いをやってます。前回はジッパーをしました。いい
く水をじゃん。夕方ぐらいに入れたのにもう半分じゃん。飲むね。あれ。ハウスに入ってた。あ、出てきた。また水飲んでる。水を飲んでらっしゃいます。彼はワンコさんがニコさんが水を飲んでる音ですね。飲むよね。で、ああ、ニコさん、暴れてるね。ねえ、水よく飲むよね。もうまた半分ないよ。いっぱい入れたのに。いっぱいいっぱい入れたのに。にゃーにゃ。にこさん、おいで。散歩2回行きましたよ。今日散歩2回行ったよ、ニコさん。今日結構君歩いたと思うけど。はい、落ち着いてください。もうね、夜も更けてるんですよ。夜遅いんです。ちょっとみんなお休みたいよ。あんま言わないんですよ。ああ、言ったらみんなびっくりしちゃう。うるさいってなっちゃうから。落ち着いて。ね、お散歩2回行ってよ君。ついて大丈夫。キュー。アドレナリンが逆に出たの君は。ちょっとそれ困るな。ニコさん、だからカリカリしないよ。ニコさん、カリカリするのはダメです。よろしいですか。落ち着いて、落ち着いて、ニコさん、ニコさん、落ち着いて、落ち着いて、大丈夫、もう夜も遅いからね。ニコさん、夜遅いから。みんなねんねしてるから。足上がってるよ。危ないよ、そっち行くと。興味津々じゃん。何もこぼしてないから、私たち夜ご飯食べたけど。降りる？じゃあ、はい、箱カリカリしません。
するよね。だよね。入ってくるよね君は。ダメだよ、しないよ。君？しないって言ってるよ、みこさん。どっか行っちゃった。みこさんは今9ヶ月ボーイ、ナインマースアニバーサリーです。アニバーサリーじゃない。ナインマースボーイです。今月で10マウスになります。今ナインマウス。今は9ヶ月。もうすぐ10ヶ月。10ヶ月？ 10 ヶ月だね。6月で1年。人間の数え方で言う1年。ワンコさんで言うとだいぶね、10歳ぐらいいくと思う、もうすぐで。誕生日にケーキあるかもね。ニコさん何でも食べるからね。何でもウェルカムですよ、彼は。彼は何でも食べますもうね、口に入れられるものなら何でも食べちゃう。うん、散歩してるとね、何でも口に入れようとするんですよ。桜の花びらも口に入れようとするからね。何でも何でも何でもかんでも何でもかんでも食べますよ。うん、まだまだ赤ちゃんですね。ワンコさん用のケーキもあるし、でもワンコさんさつまいもとかヨーグルトとか食べられるから、そういうのでケーキ作るのもあり。ねえ、なんで動物って人とね数え方違うんだろうね。生きてるスピードが違うのかな。スピード感、時の流れ感覚、わかんない。違うね。何でも口に入るものなら口に入れてしまおうという心を持ってらっしゃいます。ワンチュールとかでもね、いいよね。あんまりワンチュールは出さないから、ね、ワンコのケーキ甘くどうなんだろうね、わかんないよ食べないからねあんまりね、お菓子なんか、ニコさんのお菓子というのはご褒美フードは本物フードなんだ。いつも昼朝昼食べて朝夜食べてるフードだからね。あんまりお菓子はねあげてない。だからいつかあげ始めたら爆発してしまうかもしれないなんだこの美味しい食べ物はって言ってわはははってなっちゃうかもね。お疲れ様です。なんだこの美味しい食べ物はっつって、僕は今まで何を食べてたんだってなるかもしれないもんね目がゴロゴロ。ドッグフードとか、へえ、まあでも確かに人が食べても害はなさそうだよね。人の食べ物をワンコさんが食べてしまったらね、アウトっていうことがあるけど、人がワンコさんの食べ物を食べてもね、あんまりねなさそうね。そう、もう他のものは食べないぞって困っちゃう。薬吐き出しちゃうかも。今はね薬を喜んで食べます
もうなんかそう、どなんかわんこさんの中ではご飯の中にお薬を入れてもお薬だけ上手に残してしまうね、わんこさんとかいるんだって。でもニコさんお薬単体であげても喜んで食べるからね、そこに関してはとてもいい子だよね、非常にいい子ですよお薬単体ではいって言っても喜んでパク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 食べらっしゃるね、とてもよろしい、いい子です、手のかからないいい子ですね。ご飯食べるの大好きだから。食事大好きっていう。お食事大好きっていうタイプの子だから。だからね、いつかなんかもっとね、美味しい食べ物を知ってしまったらね、もうなんだこの食べ物はまずいじゃないかって思っちゃうかもしれないね、怖いね怖い怖い、そうなると。猫さんはみんながご飯食べてるとき、食べ物を狙おうとするので、そう、彼は非常に食欲が旺盛なので、ハウスに入れられてます、インハウスです。うん、彼はすごい、そう、人の食べ物もね、うん、もう興味津々なので、僕も食べたいっていう興味がすごいな、好奇心旺盛なのでね本日はどうされたんですか、眠いのかな、うん、もうしばらくしたら寝るんだよね、何事もなかったかのようにとお座りとお手はできるようになったもんね、ニコさんちょっとなんか作業感強いけどね、お手はハイタッチもできる、今抱っこされてる、でも多分眠たいんだと思う、目がしょぼしょぼしてきてるもん、ん赤ちゃんですね、みこさんは甘えん坊ですね、赤ちゃん甘えん坊くん、ニコさんは誰にも懐いてくれますよ、いい子ですよね、自分のこと好きな人はみんな好きって感じうん、逆に嬉しいよね、こっちからするとね、自分のこと好いてくれる人は好きだよっていう、自分のこと可愛がってくれる人、みんな好き、みんなに懐いてくれるし、みんなに飛びつくよ、すごいよニコさん、年々なんか日に日にね飛ぶ距離が長くなってんのすっごい遠くから飛んでくんのみんなうとうとされてますけど、あなた
ばんは。犬見知りどうだろう、どうだろうね。犬見知りするときもあればしないときもある。なんかしないときは割とグイグイ行くんだけど、するときはなんかうってなる。うん、でもワンコさんのことも人のことも好き。でも犬にそう人見知りしたときはうってするけど、たまになんかグイ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 行っちゃう。そんなグイグイ行って大丈夫ってぐらいグイグイ行っちゃう、たまに。でも割と誰のことも好きです。夜暴れたりするけど、人には吠え、人に向かってなんか吠えたりしないし、ワンコさんにも吠えたりしない。女の子好きだよ。から男の子だからね。から男の子だから、まあそうね。仕方がないよねっていう。もうあの人間の女の子好きだと思うよ彼。まあまあ男の子だから、まあまあまあ多少。多少は仕方がないよね。と思ってるけど、多分彼好きだと思う。近所に仲いいワンコさん、どうだろう。でも近所結構ワンコさんいっぱいいる。なんかね、ワンコさんいたんですかオタクっていうところとかいっぱいある。外でお世話してるお家より家の中でお世話してるお家の方が多いから、えオタクワンコさんみたいな、というとこいっぱい。お散歩してたらそういう、なんだろう、そういうオタクいっぱい。びっくりする。へっていたんですか。でもお互いそうだろうね。外でね、あんこさん飼ってたら見えるし、あれだけどお家の中だとねなかなか見えないし。こんばんは。大きい子でも、そこまで大きい子にまだ出会ったことないかも。マルチさん、タコさんありがとうございます。たこ焼き作りたいんだよな。でもな、でもなんか最近たこ焼き食べたな。全部最近たこ焼き食べたや。ひじりとりなちとたこパしたわ、そういえば。うん、たこ焼きいいと思ったけど最近したな、そういえば。では最近たこ焼き食べてた。たこ焼き、ふう。ねえ、もうちょっとたこ焼き欲が増した頃、増した頃にたこパしたいな。もんじゃパーティーしたい。もんじゃパーティーしたいな。ホットプレートでもんじゃを作るっていう。お家でもんじゃ作るの意外と楽しいですよ。一回お母さんとしたんだけど、そう、もんじゃパーティー楽しい。簡単。まあまあまあね、ちょっとガチャ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 するのは腕が痛くなるかもしれないけど、もんじゃパーティーもね楽しくておすすめ。もんじゃ美味しいし、何より何よりもんじゃ美味しいし。ほんと、なんだろう、あ、餃子パーティーしたい。餃子パーティー、あの包むところからしたい。なんかキムチ餃子とか作りたい。餃子パーティー、
チーズフォンデュ、あ、いいね、チーズフォンデュ、あ、チーズフォンデュできるチーズあるよあるよ、うちピザパー、ピザパーティー美味しいよね。ピザパーティーはね、いつやっても心躍る。あ、え、そう、焼き鳥食べたいんだ、私とっても。焼き鳥が食べたいな、焼き鳥行きたい。焼き鳥はちょっと家でするよりお店で食べたいですね。なんだろう、あとパーティー、パーティー、パーティー、なんだろう、パーティー、もう、もうじきそうめんパーティーとかもうちょっとね、あの暖かくなった頃にそうめんパーティーとかいかが。えーっつって、あのそうめんさん流すやつあるじゃないですか、あれ流してみんなでそうめんパーティーパリだいっつってそうめん流して。あー、ペッパーランチね、確かに一時期よく食べてたわ、ペッパーランチ。そうめんパーティーっつって楽しそうじゃない、なんかそうめん以外のものも流したりしてさ、楽しそうだよ。そうめんパーティーもいいよ。鍋パーはね、確かにもうちょっとね、もうちょっとまたシーズン超えてからだろうね。なんだろう、あと何があるかな、パーティーね、そろそろね、そう、新学期とかでね、新しいお友達と一緒にご飯食べることとかね、新しい職場の方とね、ご飯食べることとかあるかもしれないから、何がいいかな。以外なんかトマト流してる人とかいない、そうめんの機械で。なんだろうな、あと何があるかな、パリパリ、トマト取る、トマト取るの難しいよ、だからこそ流してみるんですでみんなでうわー取れた、うわー取れなかったっていうね、楽しみ方があるじゃないですかあ、バーベキューもいいね、確かにバーベキューいいじゃないですか、これから海でバーベキューできたりするとこ多いそうね。キュウリも流したりトマトも流したりして、ソメパリ、中華の丸テーブル、あ、いいね、中華パリ。でも丸テーブル買わなきゃ家でしようと思ったら丸テーブル買わなきゃな、中華パーティーするなら。丸い丸いテーブルを買うところから始めましょう。あ、手巻き寿司パーティーいいね、手巻き寿司パーティーも非常に良いですね。一人でやってもパーティーだと思えばパーティーです、何でもパーティー、パーティー何でもパーティー。あ、あゆ、あ、熊本なんだっけ、三好、三好じゃない、なんだっけ、あそこだよね、あゆ行こうと思ったじゃん、あゆの塩焼き食べれるとこ、どこだっけ、なんかいい、私も行こうと思ったんですよ、熊本にある川が綺麗なところに行こうと思ったら、なんか行く道こう通行止めで行けなかったあ、そう、菊池渓谷だ、菊池渓谷っていう、なんかアユの塩焼きが食べられたり、めっちゃね川が綺麗なところがあって、行こうと思ってお母さんとノリノリで準備をしてルンルンで行ったら、なんか行く途中でなんか通行止めですって書いてあって、そう、なんか1本しかないんだけど、そう、通行止めですって書いてあって帰ったよね、そのまま静かに帰りましたんうん、だからいつかリベンジしたい。その夏、いつかの夏に、行こうと思って行ったら、そう、そこどめですびっくりこいちゃった。川で泳いだことあるよ、昔よく川遊びしてましたよ、なんかおじいちゃんおばあちゃん家の近くに川があって、よく川で遊んでました。しかもあんまね、そこ人が来ない、結構なんかいいところで、いつもあのあれでした、なんだっけ、専業、専業じゃないな、貸し切り、貸し切り状態って感じで、三枚おろしパーティーいいね
みんなで魚をさばけるようになろうっつって三枚おろしパーリーしたら、その後手巻き寿司パーリーにしよう。いいじゃん、パーティー2つできるよ。2つ経由パーティーだよ。三枚おろしパーリーして、その後手巻き寿司パーリーして、まあ魚の種類によってはしゃぶしゃぶパーリーでもいいと思う。いいじゃん。よく川で遊んでた。でもそう、なんかよく川で貸し切り状態だったから、お兄ちゃんが結構上の方で遊んでて、私結構まあその頃ちっちゃかったから浅瀬の方、下の方で遊んでたら、なんか水流れてこないなと思って、あーと思って上見たらお兄ちゃんが水止めてんの。お兄ちゃんが上で水せき止めてて、水来ない。ちっちゃい頃よく遊んでましたね、川。本当にちっちゃい川遊んでた。水がなかなか来ないですねと思ったらね、よく遊んでた。ちっちゃい頃はね、川もよく行ってたし海も行ってた。最近は行ってないけどね。で、何でもパーティーできるよ。何でもパーティーしちゃおうよ。じゃあ今42分なので45分になったらランキングを見ます。お風呂に入るぞーっと、頑張るぞーっと。よくね、私さ、友達と、これパーティーじゃないんだけど、小さい頃ハマってた遊びがあって、なんかね、前も言ったことあると思うんだけど、なんか友達3人、あ、明日も配信夜にするので時間が決まったらお知らせします。なんか友達、なんかお家の近いお友達で3人、私含めて3人の仲良しのお友達がいたので、3人の各家庭からもうありったけの傘を持ってきて、なんか友達の家の車の駐車場でその傘を全部広げて、なんか傘で組み立てて、なんか家みたいな、なんかハウスみたいにして、そう遊んでた。風来たらおしまいなんだけど、風強い日にやったらもうおしまいなんだけどね。そうテントみたいな風にして、そうみんな各家からありったけの傘をうわーって持ち寄って、そう傘で、そうテントなんかちゃんと屋根上の方も作って、家の方にも傘を置いて、その中に入ってみんなで遊ぶっていう遊びをよくしてました。傘パーリー。もう風強い日はおしまいだから、風強くない日にしないといけない遊びなんだけどね。怒られなかった。いいかも、駐車場だしね。だからそう、家の傘だからいろんな傘がある。なんか私たちが小学生の頃だったから、なんか柄物の可愛い傘もあれば、ビニール傘もあれば、親が使うような無地の傘もあったりして、そういうのを全部持ち寄って、そうピャッピャッピャッってみんなで開いてお家作って遊んでた。可愛いよね。ね、だってそれをさ、よくやってたんですよ。ね、意外に全然楽しい。そう超楽しいよ。でもまあ風吹いたらおしまいだから、そこだけ気をつけようって感じなんだけどね。でも雨降ってきても無敵ですよ、だって傘だもん。だって傘だもんって感じで、雨が降っても全然平気です。これね、私小学生の頃ね、なんか友達とお家で遊ぶ時に好きだった遊び、結構トップ特にランクインするぐらい友達と遊ぶとき好きでした。お、では45分になったのでランキングを読みます。ママごとはあんまり友達としなかったかも。ママごと一人でしてた。あれ、あれれれ。
13位青いたぬきさんありがとうございます。12位ひーくんさんありがとうございます。11位はるみさんありがとうございます。10位ごーちゃんありがとうございます。9位ただたんたんさんありがとうございます。8位かずみさんありがとうございます。7位赤いグリフォンさんありがとうございます。6位キロックニさんありがとうございます。5位しんじいちゃんさんありがとうございます。4位パパさんありがとうございます。3位バウッチさんありがとうございます。2位たっちゃんありがとうございます。1位マルッチさんありがとうございます。今日も見てくださり聞いてくださりありがとうございました。それではそれでは今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。おやすみなさい。また明日。おやすみなさい。